豊山町社会教育センターは、愛知県西葛郡豊山町豊城にある、社会教育、社会体育施設。1988年7月31日開館。1階の豊山町公民館と2階の豊山町体育館からなり、豊山町公民館は、図書室、郷土資料室などからなる。1987年に策定された第二次。 豊山町総合計画には総合センターの建設計画が盛り込まれ、1988年7月31日に豊山町社会教育センターが開館した。同日には竣工記念式典が行われている。開館時の営業時間は9時から21時であり、図書室のみは9時から16時30分だった。1991年には、 名古屋空港交差点を挟んだ蓮向かいに、豊山グランドが、道路を挟んだ北側に豊山スカイプールが、完成しており、豊山町の社会教育、社会体育施設の整備が完了した。1991年度の豊山町社会、教育センター図書室は、約8万4000冊の図書を貸し出しており、町民1人当たりの貸し出し数は、約6冊だった。 1993年4月には毎週金曜日のみ20時30分まで開館とし、その他の曜日よりも4時間も延ばした。図書室の蔵書は、一般書が約6万5千冊、児童書が約2万冊、雑誌が約2千冊、紙芝居が約1000点、視聴覚資料が約5000点である。計12点を2週間借りることができる。 1991年度末の増所数は38,825点。1991年度の貸出数は83,943点。1991年度の貸出者数は28,228人だった。登録率は44%、38,825点という増所数は人口1人当たり約3点であり、 83,943点という貸し出し数は人口1人当たり6.2点だった。児童向けにはお話会の開催、親子読書会の開催、紙芝居の貸し出しを行い、一般向けには図書室代寄りの発行を行っていた。2000年度末の蔵書数は8万1 8 1点。2000年度の貸し出し数は69,29点。 2000年度の貸出者数は2548人だった。2010年度末の増所数は85099点。2010年度の貸出数は43155点。2010年度の貸出者数は13246人だった。2016年度末の増所数は85343点。2016年度の 貸し出し数は43,804点。2016年度の貸し出し者数は1917人だった。アリーナの床面積は1,363.67平方メートルであり、バスケットボールやバレーボールならコート2面、バドミントンならコート8面を取ることができる。236席の観客席があるほか、シャワールームで汗を流すこともできる。 ホールは336席を収容できる。強度資料室には、農業、養蚕、竹細工などの生活用品などが展示されている。豊山グランドの面積は1万568平方メートルであり、両翼は91メートルである。夜間照明灯を発揮を備えており、夜9時までプレー可能である。軟式野球の他に、硬式野球、ソフトボール、サッカーもプレーできる。 豊山町出身のプロ野球選手である一郎が大会委員長を務める一郎配送脱学道南式野球大会は豊山グランドなどで開催されている。豊山スカイプールにはジャンボ滑り台などがあり夏場は賑わう。ありがとうございます。